男洋葵は、馬の鈴草果敢イ族の常緑の多年草。茎は地上を這い、短い節が多くある。歯に、長さ7から15センチメートルになる傭兵があり、毛はない。養身は甲卵形、卵状大形、または、鉾状高卵形になり、長さ6から15センチメートル、幅4から8センチメートルで、先端は、絵頭、または、二分頭。 木部は深い心形になる。木部の両側は多少外側に張り出て、ほ、小形や耳形になることが多い。葉の質は多種に比べてやや薄く、表面は光沢があり、短毛が治るし、雲紋状や反転状の白斑が入ることが多い。裏面に毛はない。花期は3から5月。花は傭兵の木部に1個付き、泡紫褐色、または 緑褐色で、花弁はなく、学列片が花弁状になる。学頭は、丸みのある筒形で、長さ10から1 3ト、mm、ル計12から1 4ト、mm、ルになり、単光色を帯び、縦脈の落ち込みが目立つ。学頭の上部はわずかにくびれ、開口部は比較的狭く、分布地が、やや重なる玉の缶いのような唾や突起がない。学頭内壁には、 紫色の低く隆起したヒダがあり、約20個の縦脈と、約5個の横脈があって、網目状になる。三列した、学列片は三角上乱円形で、長さ約10ミリメートルになり、開け出し、先端がやや内側に巻き込み、表面には、毛はなく平滑である。湯髄は12個あり、学頭中大き部の突出した脂肪の外壁につく。は6個あり。 昆棒状となって直立し、先端は角状となって伸びてに列すし、その基部の外側に天井の中東がある。岐阜町の植草の一つである。日本固有種。本州の関東地方南西部から静岡県東部、山梨県南部に至る太平洋側に分布し、丘陵地から山地の舟林や雑木林など落葉樹林の臨床に生育する。 山梨県の分布地では個体数は割合に多いとされるものの環境の変化による減少の懸念もあり絶滅危惧一 B 類に選定されている。東京都では南多摩の丘陵帯に局所的に分布し絶滅危惧や類に選定されている。神奈川県では丹沢山地東部と足の湖南岸に分布し、さらに足高山から伊豆まで分布している。 地主との関連性が強い植物と考えられるため、安易な移植保護は避けるべきとされる。和名、乱用葵は、乱用葵の意で、葉の表面に乱れる白藩があるので言う。牧野富太郎は、1940年刊行の牧野日本植物図鑑において、和名乱へ不破乱用に、非ずして多分乱用の意、習んすなわちその葉面に乱れそうる白藩を見て、 各属性、摂氏にひざるか、ある俳優蘭葉の意にしてその特に囚人の中央弱区白繁葉を見て、これを蘭種すなわちオランダ種に義士格子ビしにひざるかと述べ、あるいは蘭葉、青いのいで人の注意を引く白繁葉をオランダトライに例えて呼んだものかもしれないとしている。種商名ブルーメイはオランダの植物分類学者のカールルートビヒブルームへの懸名である。 ありがとうございます。